ペンネーム、ニノちゃんとキャッチボールとゲームがしたいさんからいただきました。ニノくんの連載があるモアの8月号に弱くても勝てますで一緒だった福士くんのインタビューが掲載されていました。そのインタビューで福士くんは、二宮さんの役と僕の役がちょっと重なる部分があったので、実はこっそり話し方のニュアンスなんかを真似させてもらってました。このこと二宮さん気づいてたかなと言っていましたと。なんか気づいてましたかだって。あ、でもなんかちょろちょろ言ってたのは聞きましたよ。僕も。でもなんか、いいんじゃないですか、そういうのはね。そうやってこう、学んでくってわけじゃないけども、ね、自分なりのこの作り方ってあるだろうから。うん、でも真似させてもね、モノマネをするわけじゃないからね、多分ね、その福士くんなりの何かをまたそこに乗っけていくわけだから、そしてオリジナルになっていくから、すごくいいことだとは思いますけどね。それが重なる部分があったからちょっと真似させてもらったっていうの。俺兄弟の時とかよくやるけどね、今日なんか誰かとの兄弟役みたいな時は、言い方ってよりも立ち方とかさ、なんか物の持ち方とかさ、そういうの、よくやってたけどね。血繋がってるってよりも、この人の DNA を受け継いだ分身だからっていうことで、流線の時とか結構やってましたね。だから逆にこの、戸田恵梨香がやってたことはあんまりこう、チョイスすることなく、なんかあそこは違ったから、親がね。だからこう、そういう、なのでなんかこうにやっていくみたいな、もう兄弟とかのお話とかになるとやってることあったけどね。